はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回は楽天モバイルね、令和6年台風第10号による災害に伴う支援処置についてね、該当地域の方はご確認をという内容になります。はい、視聴者さんからね、情報をいただきましたね。まあ、静岡も対象ですよということで、まあ、静岡県内ね、いろいろ土砂が崩れたりとかね、まあ、いろんなところがあったけど、ここら辺はほとんど大丈夫ですね。はい、そういうことで、最新情報の中のね、この内容になります。この度の令和6年台風第10号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。本当にそう思ってる？楽天モバイル株式会社はこの度の令和6年台風第10号により被災されたお客様を対象に以下の支援措置を実施しますということで、ね、実施内容1、楽天モバイル、楽天回線、ね、ドコモ、au における SIM カード再発行手数料を無料化ということです。で、楽天モバイルはもともと eSIM は無料なので、物理 SIM、ね、これが有料化になったけども、それを無料にしますよということです、ね。で、これに関しては、対象となるお客様は、この楽天モバイルを、ね、利用している個人のお客様、個人だよ、ね、個人契約のお客様、そして、災害救助法が適用された地域に、契約者住所または楽天ターボの設置先住所があるお客様になります。だからね、それはどこなのかっていうのはリンクをね、紹介されてます。で、支援対象の全月以前の請求においてお支払いの確認ができていないお客様は対象外となります。金払ってねえやつは客じゃねえからなっていうね、まあ、この強い体制はそのままでございます。で、お申し出が必要になります。これね、楽天モバイルにおける SIM カードの再発行手数料、ね、そして、支払い期限の延長、ちょっと今台風の影響でお金払えないからね、ちょっと待ってっていうねを希望される場合はお客様からのお申し出が必要です。お申し出がないとね、この支援を受けることはできません。で、SIM再発行手数料無料化をご希望のお客様は9月30日までにお申し出くださいということです。このお申し出はあれなのかな、サポートに連絡すればいいのかな。これはだって楽天モバイルにお申し出しようにも楽天コミュニケーションズへの窓口しかないわけだからね。楽天は楽天モバイルに連絡する方法が何もないんだからね。本当不思議だね。ね、総務省も今はございませんねっつって総務省がそう言ってたでしょ、電話で。今はありませんねっつって。はい、で、まあ、実施の時期はね、まあ、9月30日までね、見ておいたらいいです。はい、それで対象地域は以下のページよりご確認いただけますということで、これがね、防災ページ、内閣府の防災ページに飛んでいきます。で、ここの災害救助法の第2法以降に対象地域に含まれたお客様については適用地域より支援実施をいたしますということなんだね。じゃあ地域を調べようっていうとリンクがこれになってて、第2法以降ね、ここの第2法以降にね、以降だから第2法も入るんだよね、うん、だここのここのおいしょこれね、これ令和6年台風10号に伴う災害救助法第2条第2項による災害救助法の適用についての
おこの上か、これね、第2報、ここからここに載ってる地域だ、第2報、第3報、第4報、第5報、これか、これか、災害救助法の適用について、これまとめたものか、第2報を。まあこういうところは楽天モバイルは一応あのキャラだから、これやんなきゃなんねえから、はいやってけみたいな、だこういうところがわかるよね。でそういったものを普通は楽天モバイルとして、じゃあその地域をね、要はエリアをバーってそのまま国境すればいいじゃん、ね、でそこまでやらねえよっていう、勝手にここのページから探し出せっていうね。おじはもうこの体制が気にはない。おい三木谷、お前バカか、本当に。だから心がないって言われるのはそこなんだよ、三木谷君、見てるかいね。おじいだとちゃんと楽天モバイルのページのところにね、何々県何々市ってそれちゃんと出すよ、三木谷くんね。はい、そういうことでね、ダメな三木谷くんだね。でまあ該当の方、SIMの再発行手数料を無料にしていただきたい方とか、あとは支払いをね、ちょっと伸ばしたい方ね、そういう方はこちらの方に連絡するとよろしいと思います。でそれを行うことによって支払いが滞っていることになる、該当する方は三木谷キャンペーンとか従業員キャンペーンは適用外になるだろうね。期日までにお支払いいただけてないわけだから、そうでしょ、あの待ってあげるよって言ってるだけのお話で、期日までにお支払いいただけなかったお客さんには間違いがないわけだからね。だからキャンペーンに参加してる方はポイントがもらえないね、これね、残念ながら。そういう内容をね書かないとダメなんだよ、ほとんどみんなポイントで知ってるお客さんが多いんだからね。はあ、バカね、バカね。いつまでたってもダメな三木谷ね。え、本当ダメだね、本当にダメな。はい、それだけで楽天モバイルのお話でした。じゃあね、バイバイ。